成人式を迎えたのは昭和49年4月2日から50年4月1日までに生まれた男性189人、女性186人の合わせて375人です。式では君が代を斉唱した後、新成人を代表して長谷部博樹さんと渡辺智子さんの2人に大竹市長から成人証書が手渡されました。大竹市長は知性と感性を磨きながら豊かな心を養い、熱いエネルギーを民主国家の形成のために燃やしてくださいと励ましました。これに対し池黒の加藤由美子さんが、環境の良い南陽市の恵みに感謝しながら社会の一員として意義のある活動をしていきたいと決意を述べました。式典終了後は成人を祝う集いとしてビンゴゲームなどアトラクションが行われ、久しぶりに再会した友人たちと楽しい時を過ごしていました。